はい、こんにちは、シーラモータースです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介させていただきますのは川崎 ZRX1200 ダイブのご紹介です。こちらですね、なんといってもフロントフォークにオーリンズブラックサスペンション、そしてリアサスペンションにはナイトロンリアサス、そしてマフラーはですねマーベリックフレーキチタンマフラーなんですね。カスタムポイントたくさんございます。では早速ご紹介させていただきます。はい、まずフロント周りです。ビキニカールの大きな点灯傷や割れ、こういったものはもちろんございません。スモークスクリーンも装備です。ウィンカーはですね LED ウィンカーにカスタム済みですね。レンズ割れ等もない状態です。フロントフォークは先ほどご紹介しました、フロントフォークオーリンズのブラックサスペンションですね。こちら今入手困難パーツとなっております。そしてフロントフェンダー等に大きな点灯傷割れもちろんございません。フロントホイールですね、こちらも大きなガリ傷曲がり、錆や腐食ない状態です。とても綺麗な状態となっております。はい、エンジン周りです。ヘッドからのオイルにじみ、各所オイル漏れ等もございません。エンジン全体に錆や腐食ない状態ですね。とても綺麗な状態に保たれております。ベビーフェイスのエンジンスライダーも装備です。そしてフレーム周りですね、メインフレーム錆腐食ございません。とても綺麗な状態です。ステップはですね、ストライカーブラックバックステップ装備ですね。タンデムステップも装備となっております。マフラーです。先ほどご紹介しましたマーベリックフルエキチタンマフラー、とてもいい音しますので、後ほどですねご紹介させていただきます。そしてリアサスペンション、ナイトロンのリアサスペンションも装備ですね。もちろんオイルにじみともございません。インナーカールですね、リアのインナーフェンダー、ストライカーのカーボン仕様となっております。リアホイールもですね、ガリ傷曲がりもちろんございません。とても綺麗な状態です。タイヤはですね、前後ともにアルファ14ハイブリッドタイヤ装備です。リア周りですね、フェンダーレスキットの LED ウィンカーとなっております。シートです。前後ろともに大きな切れや破れございません。タンク周りですね、タンク、大きな点灯傷へこみもちろんございません。カラーリングはガンメタリックですね、ゴールドのラインが入っているカラーリングとなっております。タンク内です。大きな錆や腐食もちろんございません。はい、ではエンジンの方を始動していきます。メーター周りもですね、カーボンパーツなども取り入れております。とてもお得な1台です。皆様のお問い合わせお待ちしております。